ジャングルです。人間を含む生きとし生けるものの原点に立ち返り、自然の大切さを改めて考えた時、大気汚染や過度な森林伐採により消えていくジャングルの実態にたどり着きました。ジャングルが泣いている。私たちはサンガを通じてこの問題に警鐘を鳴らし、自然の偉大さを称え、熱い魂を込めたサンバで神々へ祈りを捧げます。私たちができることを精一杯、一日一日を大切に生きていきたい。今年もスキーの作曲、チームメンバー作詞のサンバジ・エンヘイドに乗せて熱い思いを届けます。今年は爽快よさこいサンバフェスティバル10周年、皆さん一緒に盛り上がりましょう。それではご紹介します。エストラン・ジェイロス。はい、皆さんこんにちは、エストラン・ジェイロスです。盛り上がってますか？はい、今年もね、スペシャルゲストにご一緒いただいております。ご紹介しましょう。私たちの大切なお友達でもあります、ブラジルティーンプロミュージシャン、シキヨー。今日よろしくお願いします。はい、シキヨーのね、ショーは今日は18時20分からこちらでショーがありますね。はい、皆さんそちらも楽しみにお待ちください。さあ、それでは早速ダンサリーナと一緒に曲をお届けしましょう。爽快よさこいサンバフェスティバル、皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょうね。よろしく。